一週目はパナマ運河の話です。で、これも大体自分で読んでおいてください。特にパナマ運河だけでなく、スエズ運河で今何が起きているか、ニュースを確認しながら読んでもらえるとわかるような気がするよ。それでは単語、definitive。これは最終的な、決定的な。definitely って言ったら絶対にっていう意味だもんね。definitive。最終的な、絶対的な。で、canal は運河だよね。lucrative。これは儲かるとか有利なっていう意味。だから、例えば、お船で物を運ぶときに、うーんと遠回りをして、相手先の港に着くよりは、運河を通って近道した方がルクラティブだよね。ところが何が起こっているのかちゃんと読めるといいな。そのすぐ下、The Arctic、もうわかると思います。北極圏。南極は何て言うの？ The Antarctica だよね。ぐちゃぐちゃにしないように。cargo。これは貨物、飛行機で運ぶんでも、船で運ぶんでも、大荷物のね、cargo。それから straight。これまっすぐなっていうのと、スペル違うんだよ、straight。いい？これは海峡。よくニュースに最近出てくるのは台湾 straight。台湾海峡だよね。中国の船がいっぱいいますね。あとはドーバー海峡とか、straight。次、文章です。せーの。Re-engineering the environment is unlikely to offer a full solution. Re-engineering というのは、授業中に動画で確認したと思います。で、それは、the engineering は、違う、環境を、再構築する。ちょっとね、再構築っていうとまた意味が違うな。Re-engineering することは、もういいや、そのままで。で、likely to なら、するでしょうよ。きっとこうなるでしょうよ。する傾向にあるよ。unlikely to だから、しそうもないとか。どうしそうもないのか。offer a full solution。絶対的な解決策を、示してくれることにはなりそうもないよっていうこと。まあね。まあ、もう言っちゃうと、パナマキャナルが、もう干上がっちゃってると。あんまり水がない。一生懸命あちこちから水を入れてるんだけど、それでも船があんまり航行できない。それは何のせい？もちろん、クライメイチェンジのせい。それを、抑えるために、 to mitigate the crisis, re-engineering has been the focus of environmentalists とか scientists。 その話なんです。だけど、 re-engineering だけでは、解決策にはつながらないよってこと。次も文章、せーの。Creative engineering is likely to be needed all over the world in the coming decades to confront a variety of new climate-related humanitarian and infrastructure challenges。 もう、スピーチとか、二次面接とかね、あと自分の作文とかでもこういうの使えるといいな。Creative な engineering、工学。というのは、確かに、is likely to be needed。これは、be likely to の方だから、しそうである、するであろう。で、be needed、受け身だから、必要とされるでしょう。必要とされる傾向にあるよ。all over the world。世界中で必要とされている、されてるであろう。その可能性が高いってことね。in the coming decades は、そう、これから2、30年の間にということかな。ディケイズ、複数形になってるからね。これから先2、30年の間に、創造的なエンジニアリングというのは世界中で必要とされる。きっとそうなるでしょう。何するために？ to confront は。立ち向かう。で、何に立ち向かうのか。気候に関する人道、もう人類全体に関わるような。それから、あとは施設、設備に関わるチャレンジーズ、困難、新たな困難、様々なね、に立ち向かうために。すごい日本語でした。失礼しました。もう一回全部いくよ。せーの。Creative engineering is likely to be needed all over the world in the coming decades.
で、何するために、せーの。To confront a variety of new climate-related humanitarian and infrastructure challenges。前から訳して、そのまんま英語にできたらいいとしましょう。長いからね。では、テストします。じゃあ、最終的な、決定的な。definitive。じゃあ、運河。canal。まあ、ベニスの、あれも運河だよ。川みたいのね。それから、儲かるとか有利な。lucrative。北極圏。the arctic。はい、積み荷とか貨物。cargo。海峡、海の狭いって書くやつだよ。はい、straight。では、環境をリインジニアリングするということが、すべての解決策にはつながらなさそうである。わお、日本語より英語の方がわかりやすいね。せーの。Re-engineering the environment is unlikely to offer a full solution. Full solution とかね、使えるとかっこいいなと思います。はい、次、前半までね。創造的なエンジニアリングというのは、これから2、30年の間、世界中で必要とされる可能性が高い。Good. 一時でしながらやるんだよ、できるまで。せーの。Creative engineering is likely to be needed all over the world in the coming decades. 何するために?新たな気候に関連した人間に関わる、あるいは、施設や設備に関わる困難に直面する、立ち向かうため、立ち向かうため。いろんな種類のって入れてなかったかも、日本語。ごめんね。はい、行きます。せーの。To confront a variety of new climate-related humanitarian and infrastructure challenges. 日本語でもまず意味を理解するじゃない？その後はもう日本語は捨てて英語のまんま理解すると楽かもしれない。うん。行くよ。じゃあ最初から行くよ。だから、なんていうの？英語でね、creative engineering っていう、グっていうのは、likely to be, unlikely じゃない。きっと perhaps is likely to be needed。だろうな。all over the world, not just in Japan, all over the world. Next year, no, no, in the coming decades. で、to do what? To confront a variety, many kinds of new climate related, まあ、humanitarian, 人道的な。だって、それ、解決しなかったら many people will die because of the climate change. だから humanitarian. あとはね、もう houses are destroyed, highways have been, fallen. まあ、そんな風に内容を考えながら英語で言えるといいと思います。もう一回行きますよ。頭の中に英語を作ってね。こういう状態だよっていうのを。せーの。Creative engineering is likely to be needed all over the world in the coming decades.To confront a variety of new climate-related humanitarian and infrastructure challenges. Good job. それでは、2週目。前、問題を解いたことは解いたんだけど、経済の話ですね。ちょっと入れたいと思いました。文章いくよ。せーの。Income inequality and economic insecurity are still major problems.Having become deep-rooted consequences of modern capitalism. これは universal basic income。自分で働いてお金を稼ぐんじゃなくても最初から全世帯に 最小限の収入を地方自治体とか中央政府が与えましょうっていうのが basic income です。universal basic income ね。それは UBI と言って。まあ今 AI がみんなの仕事を取っちゃうから UBI をみんながもらえるような時代になるだろうと言っている人がいっぱいいます。わかった？はい、では行きますよ。Income inequality。これは？そう、収入の不公平、不平等さ。それから economic insecurity。経済的な不安定さ。というのは still major problems。未だに
大きな問題であると。で、何がどうして?これは分子構文ですね。having become、 それは having become だからもう今までずっとこういう状態であったとか、その前もそういう状態であったっていうのを言いたいんだよ。で、どういう状態だったの?どういうものだったの ?deep rooted はたまたま前回やったね。そう、根の深い。consequence も前やってる。そう、結果。行動の結果、こういう風になりますよ、とかのね。根の深い結果。となってきた。何の結果 ?of modern capitalism。capitalism は?そう、資本主義。近代の資本主義の根がもたらしたぐらいだよね。根の深い結果となってきている。じゃあ、キャピタリズムじゃなくて、共産主義だったら?そうだね、コミュニズムね。もう一回読んどこう。せーの。income inequality、 間違えちゃった。inequality、 逆だった。せーの。income inequality and economic insecurity are still major problems having become deep-rooted consequences of modern capitalism。 で、次、鍵括弧で、囲まれているところは、日本語に訳しておいてください。で、次も文章、せーの。Critics of UBI argue that recipients would quit their job because there would be less incentive to work and that they would spend their free money not on basic necessities but on vices such as drinking and gambling. クリティックは、批評家、批判する者たちのことだよね。だから UBI に、批判的な人たちはこう主張しているよと。receipt ってこの PIE の次に E じゃない?受け取りだよね。で、これは受け取る人のことを言います。recipient。受領する人、受け取る人。たちは would quit their job. 何 quit? 辞める。仕事を辞めちゃうであろうと。どうして? Because there would be less incentive. インセンティブ初めてかな。モチベーションと一緒。動機。働く動機がより少なくなるから。ね。まあ、お金がただで、もうじっとしてても入ってくるわけだから、最低の、生活費がね。もう働こうという意思はなくなってしまうであろう。より少なくなるであろう。And that, ほら、ここに that がついてるよ。argue している内容が文章で2つ並列されている。後半の that はもう略しちゃいけなかったよね。They would spend their free money. ただで手に入るお金を使ってしまうであろう。何に not on。これ、on を使うからね、spend。何々に使うのには on です。basic necessities。基本的な生活必需品、ネセシティは必需品だよ。ではなく、not, but on, vice っていうのはね、悪徳、悪いことです。such as drinking and gambling. drinking, だからアルコール類や飲酒やね、ギャンブルのような悪徳に使ってしまうであろうと。これも二つ目、彼らが主張していること。もう一回読んでおきましょう。せーの。Critics of UBI argue that recipients would quit their job because there would be less incentive to work and that they would spend their free money not on basic necessities but on vices such as drinking and gambling. はい。あとは単語、基本的な単語が多いです、ここからは。でもそういうね、必要な人もいるだろうから。encourage、奨励する、励ます。wage、はい、賃金。essential、もう最低基本的な。estimate、見積もる、予測する。gross domestic product、これだよ、GDP だよ。国民総生産か。それから、invest に in で何々に投資をするです。はい、pursuit、追い求めること、欲求とか追求にもなります。はい、determine、最終決定をする、決心する。practical、実際的な。on a broader scale、
これもみんな言えるといいね。もっと大きなスケールで、規模で。はい、ではテストします。収入の不平等さ、そして経済の不安定さというのは大きな問題に、まだ、未だに大きな問題であります。Good. Income inequality and economic insecurity are still major problems. で、分子構文でね、それは今までこうなってきていますよ。近代、現代の資本主義の、まあ、せいでってことね、の、根の深い結果となってきている。Okay. Having become deep-rooted consequences of modern capitalism. じゃ、全部いくよ。せーの。Income inequality and economic insecurity are still major problems, having become deep-rooted consequences of modern capitalism. だから、例えば、drought とか floods とか extreme weathers について話しているときにね、その後に having become deep-rooted consequences of burning fossil fuels とか、どんどん使っちゃってくださいよ。もう例文頭の中でいっぱい作るんですよ。はい、次の文章。UBI に批判的な人は、こんな風に主張しているよ。1個目の主張、文章でいきますよ。それをもらう人、受領する人は、働く動機がより少ないであろうから、少なくなるだろうから、仕事を辞めてしまうであろうと。Okay. Critics of UBI argue that recipients would quit their job because there would be less incentive to work. そしてもう一つ argue の内容が that でつながります。彼らは、そのタダで手に入るお金を、基本的な生活必需品にではなく、飲酒やギャンブルなどの悪徳に使ってしまうであろう。And that からどうぞ。Excellent. 一時停止しながらできるまでやってね。せーの。And that they would spend their free money.Not on basic necessities, but on vices such as drinking and gambling. だから、Japanese students tend to spend their free time not on their pure joy, but on their duties to study とか、もうどんどん使ってください。例文にね、入れて。はい、単語いきます。奨励する、励ます。encourage, 賃金 wage, 基本的な essential, 予測するとか見積もる estimate, 国民総生産 gross domestic product, GDP ね、はい、何々に投資をする invest in, じゃあ追い求めること、追求する要求pursuit, 決定する、最終的な決断をする。はい、determine, じゃあ実際的な practical, じゃあもっと大きなスケールで on a broader scale. Good job, everybody. もう、そうね、そろそろみんなに毎回 1,2 分スピーチしてもらうようにしようかな。習った単語や熟語を使ってね。それではまた明日。バイ。